川越観光自動車森林公園営業所とは、川越観光自動車の営業所で、主に埼玉県東松山近辺をエリアとしており、川越観光バスの拠点となっている。東武バス、川越営業所森林公園出張所を移管して、開設された営業所である。森林公園営業所埼玉県引群滑川町、大和葉を百九十七の三以下の場所には、 乗務員休憩詰め所が設置され操車場として使用されている。以下は詰め所はないが、川越観光自動車専用の待機所として使用しているためしるす。東武バス森林公園出張所、川越観光自動車森林公園営業所川越、観光バスが新規に開設した路線を除き、高阪駅、東松山駅、森林公園駅、小川町駅発の路線は、 東武バス森林公園出張所より引き継いだ路線だが、この時東松09が東武バス S エスト、川越営業事務所へ一貫された。北坂戸駅、坂戸駅、東室駅、小瀬駅発の便は東武バス、坂戸出張所より引き継いだ路線、北本駅発の路線は東武バス勝負出張所より引き継いだ路線であり、ほとんどが2002年4月の森林公園営業所。 いい感じに引き継いだ路線であるが、森林公園営業所開設前から運行していた路線の歴史については、東松山営業所及び川越営業所の記事を参照されたい。比較的路線の多い高坂駅、森林公園駅、小川町駅発着の路線は、東武バスから引き継ぎの系統番号を、東松山駅と北本駅発着の路線は、 川越観光自動車移管移行につけた、系統番号を、車両の行き先表示器に表示している。このほか、川越観光自動車が新設した路線にも新しく、系統番号を割り当てている。現在のところ、それ以外の路線は、行き先のみの表示となっている。坂戸、川越成田空港線川越観光バス50002号車、東松山市内循環バス以前使用されていた。 ベニバナ号の車両。現在はエルガミオとなっている。東松山市内循環バスは以下の2コースを担当する。2000年4月に東部バスの貸切撤手帯に伴い、東部バス森林公園出張所より移管されたもので、現在は専用の小型ノンステップバスを中心に使用される。桶川市内循環バス、ベニバナ号は西側を運行するルートの一部を担当する。 2000年11月に運行開始され、車両は専用の中型ノンステップバスを中心に使用される。鳩山町内巡環バスは以下の2コースを担当する。車両は小型車が使用される。大型車は以下の路線で使用され、これ以外の路線は基本的に中型車での運用となる。なお、一部の便の路線は大型車と中型車の混用であり、 大型車の運用がないこともある。平日台や休日台や、高坂駅東口に設置された、ピオニーワークシャトルバス停、標識川越観光バスにおいてはすでに観光バス、事業は行っていないが、路線用車両による貸切バスは行っており、川越観光バスエリアをはじめとして、東部グループのバス会社で隣接する、東武バスウェストや、国際中央交通のエリアでも応援者として見る。 ことができる。定期的に運行される臨時、貸し切り運用で代表的なものは以下の通り。東武バス森林公園出張所は、車庫が飽和状態だった川越営業所東松山、出張所に小規模だった熊谷営業所小川町出張所を統廃合するに、当たり、両出張所を統合して1997年4月1日に森林公園駅前に新たに設置された。 東武鉄道バス事業本部としては最後に新設された営業所である。当初は熊谷営業所参加であったが、2001年4月1日付で川越営業所参加に組織変更された。また出張所であるが、所属台数などの規模は熊谷や川越営業所と同規模と言えるほど大きく、路線図や時刻表連絡先も森林公園出張所では独自のものが、 使用されているなど、独立色が強かったのも特徴である。東部バスの分社化に合わせて2002年3月31日付で、閉所、翌日をもって、川越観光自動車に移管され、東部バスの営業所としてはわずか5年間で幕を下ろした。開所時には45台程度、閉所時には38台が在籍していた。東松山出張所は、日野社所属であったが、 小川町出張所は、伊須津社配置であり、森林公園出張所開設時には、日野社9割、伊須津社1割の構成になったが1999年までに、日野社に統一されたため、熊谷営業所参加でありながら、異例の日野社が所属する営業所となったが、2001年に、川越営業所参加への組織変更で解決された。なお、 イスズ社の転出先は6971.69802021.2141が、熊谷2045が行田である。また、浅い歴史でありながら頻繁に管轄が変わったため、東松山出張所時代を含め、所属者は、所沢ナンバーと熊谷ナンバーを何度も交換してきており、申請配置された生え抜きの車両でありながら、新しいナンバーだったりとした。 なお、熊谷営業所参加時代には、本所、出張所の中で、唯一、ほぼ毎年新車が導入されていた。東武バスの子会社化決定時には、東武鉄道の公式サイトによれば、森林公園出張所は、東武バスウエストになることになっていたが、希望退職者増大による、乗務員の不足から2002年に、朝日自動車へ移管された、勝負出張所とともに、 森林公園出張所も川越観光自動車へ急遽移管された。そのためだから一は当初2001年度にノンステップバスが運行開始されることになっていたが中止となり、川越観光自動車への移管後の運行開始となった。移管準備期間が少なかったのと、森林公園出張所は末期には他の営業所から比較的高年式のバスが集結していたこともあり、 所属していた車両のうち中型車を除く、比較的新しい車両はいかん前日の夜に、川越、新座、大宮、天沼、岩月、上尾をはじめとする各地の東部バス営業所に一斉に、転属するという、かつてない規模の入れ替えとなった。東部交通広告のご案内鳩山町長議会2001年12月、定例会会議録川越観光バス東。 諸駅発運行予定時刻表参照、ゴールデンウィーク中の定期券発売所営業について、ありがとうございます。